こんばんはあ、元気がいいですね、えー、トリガールもう見てくれたという人もいるんでしょうかあありがとうございます面白かったですかはい、ありがとうございます、えー、まさか、えー、親友と二人で、えー、舞台挨拶をすることになるとは思ってもみませんでした、えー、楽しんでくださいよろしくお願いしますありがとうございますでは山本さんこんばんは山本山です いやーもう見慣れた光景でしょ。そんなんやあれでしょ。<laughs> テンション上がるやつとかないでしょ。ツイッターでこのよくね見てるから。今日は本当来ていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人ってあの一番最初に友達になったのプライベートで友達になられたのっていうのは？水球ヤンキース。水球ヤンキース,ス。というドラマで。年前ぐらいか。ね えとドラマ中も遊びに行ったりはしてたんですけどそ,のそれがしばらく後にあのに成田涼と共演していてそこで僕も成田と仲良かったんで3人で遊んでからより一層こうもう毎日一緒にいるようになりましたね。でも一回 あの、翔太郎と俺が仲良しすぎて、成田凌、泣きましたけどね、ちょっと待って、嫉妬して、一番最初に3人で飲んだときに、水球ヤンキースのときの話をしてて、いや、本当にあの2人でやったシーン、良かったみたいな話をしたら、凌がなんか、何って言ったら、いや、俺さ、2人とまだそういう話できないからとか、いや、なんか泣いてました、意味わかんなかったです。意味わかかんなったですね でももうすでにねあのー、皆さん知ってらっしゃいますけど毎日いるとはっておっしゃいましたが今まで最高77日間連続していたっていうね気持ち悪いですよねいやいやいや。気持ち悪いっすよ、ね、<laughs> いや<ー>いでもそれ途切れる瞬間が知りたいですよなんかそう最後も別に途切れた途切れたんですけど、はい、12時回って12時半には会ってたんで、はい、あのああ30分だけ、ね、30分だけ間に合わなかったっていうだけなんですよね<笑><笑>そんなシンデレラ的な話いらないですよ、はい、別に。 <laughs> いやでもその時にこ,この子が言った一言があの77日じゃないですか、はい、え最終的に記録77日だったねって言ったらそのあええやん、ラッキーセブンを2人で分け合ってるってことやんっていやいや、これだけ言ったら俺、めっちゃ気持ち悪いんですけど <laughs> <いや S 1> あのそういうノリですよ。ノリでもちろんこれあの トリガーの特番でもおっしゃってましたけど2人でタクシーに乗ってさっと降りれないって山本さんんそううなんです。もうこれ本当にあのストレスで、はい、ストレス。トレ大体タクシーに乗ってたら最初にこいつが降りるんですよ、はいうん、家がいつも飲む場所からこいつの方が先に近いから、うん、でこいつを降ろして僕が最後に自分で1人帰るんですけど、はい、なんかこいつ自分の家の付近について降りるかと思ったら、はい、注意してみたいな。 <laughs> いや、チューしないと降りない、ね、みたいなクソ面倒くせえ、本当にするまで降りないからお前は何を公の場でのろけてんじゃねえよこれは不満を言ってんの <laughs> <laughs> ほ <laughs> んで別になんかもう最後に注意して降りた瞬間にまた明日なっても約束して帰るんですよトリガール俺が勧めるお二人がねお二人が勧める胸キュンシーン大発表ということでお二人からこのトリガールのおすすめのシーンを発表していただきたいと思います、はい、まあ胸キュンというか、はいえー、そういうことなんでまあなかなかその少ないと思うんですよこの映画の中でねあの胸キュンを探す方が難しいというかその胸キュンかなと思ったら大体そのどっちかあの僕かタオが って言ってそれぶち壊しちゃうんであのなかなか少ないと思うんですけど、はい、あのえっとイヤホンを片耳ずつで聞くとかっていうのはあのいいですよねあのシーンはね、うん、確かに確かにイヤモスさんどうですか僕もイヤホンですね<れ>うん <お>あれ <laughs> ですねね <laughs> 乗っかっかてきました、ね、確かにでも<ー>あのシーンはすごくなんかキュンとするというか,、ね、いや,なんかやっぱりこう、はい、青春のそのなんですか、えー、と男女の淡い感じとしてのその象徴の一つでもあるじゃないですかうん、うん、なんかやっぱりそれはいいなと思いましたねあ<ー>では鳥ールおすすめの胸キュンシーン再現お願いしますどうぞ何聞いてるんですかあ 聞いてるんですかいや、お前こそ何聞いてんだよ <laughs> お母さんと一緒か <laughs> ぐるぐるとかあんか <laughs> <laughs> あのこれ趣旨が胸キュンだったんですけど <laughs> え<ー>っと <laughs> えっと、これは正解なのかな <laughs> せい、大正解です。大正解です。大正解。そうですか。大正解です。全然、ね、キュンとしたかどうかわかんないですけど、ご、ごめんなさいね。あ、でも、そういう作品なんですわ。え。あ、よかったです。しおりさん、いかがでした。え、あ、え、しおりさん。しさん。や、やってみていかがでした。胸キュンの嵐です。胸キュン。嵐でしたか。ね。ね。ありがとう。台風も近づいてますからね。気をつけて。え、え、ありがとうございました。ありがとうございました。あ。出上がってきたお客様とどう違うのかっていうね、これ。 でもね、トムとジェリーみたいなところありますからねサイズ感もねあ、でもこれさっきよりなんか奥に入っちゃうタイプだなそれはいいんれかじゃあすいませんもう俺は酒場でいいんそう、もちろんですよもちろんですよゆゆきな、お前ゆきななすいませんじゃあいきなりですけども鳥側の胸キュンシーン作業お願いしますどうぞ 何聞いてるんですか?。あ。何聞いてるんですか?。Yeah. お前こそ何聞いてんだよ。<た>あ、ちゃんと取れてないの、ね。<laughs> お母さんと一緒か。<laughs> ぐるぐるとかんか。動画やからしゃーないわ。<laughs> <laughs> <laughs> お、ちゃんと、あの、ちゃんとおちをつけるところがね、矢 <laughs> 本悠馬という役者の。 ありがとうございますトリガールですねあの、大変ありがたいことに、えー、自分の SNS などにも届く、えー、感想があの、すこぶるいいんです、すこぶるいいんです、えーあのー、見てくれた方がね、すごく本当に楽しんでくださって、えー、なんか本当にいろんな世代だったりとか、性別も関係なく超えて、えー、とすごくこう笑ったとか、えー、笑ったんだけど、 笑うだけのつもりだったんだけど感動してグッときましたとか、えー、いろんなその感想をいただいてとても嬉しいので、えー、まだまだこれからもたくさんの人に見ていただくために皆さんのあのお力をぜひお貸しいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。山本さん、えー、トリガールはあのー、まあ今日キュンとするみたいなイベントでしたけど。 まこの作品は逆になんかキュンとするところを見せないっていうもどかしさを繰り返していくっていうなんかそれは逆に可愛いみたいな映画になってますし、もうラブコメでたくさん笑えるシーンが多い中本当に熱い作品熱い作品になっておりますのですいませんちょっと噛みましたねはいごめんなさいそういうところはちょっとリアクションしなくていいんですよ <laughs> <laughs> そういう作品になってますのであの気に入っていただけたらえ友達とか親に 面白かったと言って広めてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。